こんにちは、品詞文系演習問題3回目です。今回もある文章を出しますが、ざっくりと理解するだけでは足りません。はい、ある英文出しますが、皆さんは正確に和訳することができますか？はい、それをね、今からチャレンジしてもらおうと思います。ではしっかりと和訳してみてください。どうぞ。じゃあ解説をします。まあ、和訳をね、指した理由は構造に沿ってしっかりと、和訳することで一番理解できるんですね。だから長文読んでてざっくり雰囲気分かるじゃこれ足りません。はい、この文章ではどう訳して、この文章ではどう訳すかって毎回判断し、しっかりと思考することがすごく大事になるので、雰囲気だけで読んでても結局問題解けるところに至らないんですよ。じゃあ今回の文章もね、大体分かったかもしれません。ですが、どういう日本語になりましたか、そこを皆さんにお伝えします。はい、じゃあ行きましょう。まず文頭、 The Asians、 アジア人っていう主語ね。で、 Have V でしょ。で、この Have が中心となって後ろに文構造を置きますが、まあ、Have いろんな訳し方あるため、後ろの構造に沿って考えます。まあ、冠詞が来て直後に名詞が来る証拠だから、 Attitude、 これ考え方って意味ね。はい、これが目的語。アジア人と考え方はイコールじゃないため、これ構造をですね、訳してみましょう。アジア人はある考え方を持っている。今回このハブは何々を持つというふうに純粋に第三文型ですね。では続きいきます。ここに少し難しいが、toward っていう、これね、前置詞、これ何々に向けてとか何々に対してっていう前置詞なんですね。前置詞であるということは、 M という修飾語なんで、これはどんな考え方かを説明します。じゃあ直後、冠詞が来て後ろに past っていう過去名詞が来ました。これで一つの、はい、塊ですね。じゃあここまで、アジア人が過去に対して考え方を持っている。じゃあその直後に different から、これどんな文構造として取るべきなんですか。なんかアメリカ人と違うなぐらいの雰囲気はわかるでしょ。けどそれではダメなんです。はい、じゃあ行きましょう。このディファレント、品詞はこれ形容詞なので働き2つありますね。形容詞は、はい、M と C。 じゃあ先にちょっとね、 C という保護から考えましょうか。確かにこれ保護として取る場合、動詞を中心に文構造は考えるため、もしここで保護とか考えるときにも動詞がその働きを持つか考えましょう。確かに have OC ってあるんですね。ですが have を形容詞って純粋に来た場合は、 O を C の風にしておくというニュアンスになって、アジア人は過去に対する考え方を異なったものにしておくって意味で、日本語訳変なんですよ。はい、つまりこれは C として使ってるんじゃありません。じゃあもう一つ、こいつは M として就職後で働いているんですけども、じゃあ聞きましょう。これどこにかかりますか。就職後で一番大事なことは、それがどこにかかるかっていうね、まあかかるもんだけど、それがどこにかかるかで全部文意変わるんですよ。はい、じゃあこれはパストですか、それともアティチュードでしょうか。はい、実はこのように後ろに来た形容詞の塊って直前だけじゃなくて、もっと前にかかることもあるからね。これ和訳で確認しましょう。はい、で今回は結論から言うと、これはアティチュードの方にかかります。まずこのことがちゃんと意識できたかい。前から読んでいても、アジア人が過去に対する考え方を持っているとなるけど、どんな考えかって説明されてませんよね。就職後って主説で足りないものを補ってくれるからね。はい、でこれをちゃんとディファレントの後ろ、フロムっていう就職後スタートで、ザットオブアメリカンズ、ここまでが一つのディファレントの塊で、今回ここにザッとってきているんですけど、今回前に指しているアティチュード、これ考え方ね、そしてアメリカ人のアティチュード考え方、まあ異なるということは二つのものを比較するわけなんで、その比べるもの同士は同じようなもんじゃないとダメですね。同じ形、同じような意味じゃないとダメです。だからアメリカ人の考え方とは異なる
過去に対する考え方を持っているという構造になるんですね。ではこれでタイが分かりましたね。アジア人の過去に対する考え方はアメリカ人の過去に対する考え方と違うということですから、ちゃんとこれをあとは構造に従って分かるように書きましょう。では訳を言いますね。アジア人は過去に対してアメリカ人の考えとは異なる考え方を持っている。アジア人は過去に対してアメリカ人の考えとは異なる考えを持っている。これで正確に分かりますね。はい、このように構造をとって和訳するっていうのは単純な作業のように見えて、特に今回は修飾語を扱いましたが、この修飾語、ただ単に構造をとるだけじゃなくて、どこにかかるかをちゃんと和訳で毎回判断していく、これが非常に重要になります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。